ステーキ、ステーキ、ステーキとは厚切りにした肉などを焼いた料理。フランス語の呼び名であるビフテキ、ビフテックを語源としたビフテキという名称の流行がかつてあったことからビフテキをビーフステーキの略称と考えてトン、豚テキなどといった応用的な命名がなされた時代もあった。フライパンなどの鉄板を使用して焼き上げるほか金網を使用して 直火焼きをするる。場合もある豚肉、鶏肉などの肉類や、酒マグロアワビなどの魚介類の他様々な素材が用いられる。単に、ステーキといった場合には牛肉を使用した、ビーフステーキを刺すことが多い。ステーキソースを工夫した料理も多いが、ブランド牛など高価な肉を使用したり、焼き方と、焼き方に合わせた肉の選択と、筋切りや下味が味に大きく影響する。 牛肉の場合、数日間から数週間、冷蔵庫などの低温下で組織中の酵素により熟成した肉を使用する。牛肉の表面にカビが生えるまで熟成させ、そのカビが繁殖した場所を切り落として使用する店あり、これを乾燥熟成肉と呼ぶ。ステーキソースを使用したり、塩やスパイスなどの調味料を使用して、ステーキ単体で食すことが多い。また、 これが本当に美味しい肉を堪能する間の食べ方だとする人もいる。また他の食材を組み合わせた複雑な味わいの料理も少なくない。肉が厚く良質な場合は濃厚なソースや強いスパイスを使用したり表面が焦げるほど調理をしたりしても中は柔らかくまろやかな味わいとなる。日本のレバ刺しに見られたような生食用の牛肉の流通はほとんどなく。 食中毒など食品衛生上の理由で加熱温度と加熱時間が定められている。ブルーレアイ下の焼き加減の場合、表面を焼いた後焼けた過食部を切り捨てるため過食部が少なくなり、結果として効果となりやすい。食中毒の原因菌が死滅する摂氏60度前後と肉のタンパク質の変質が起こる、約摂氏65度とのわずかな温度差を利用して、 肉の中心部を生の状態のまま食べるレアやミディアムレアといった焼き加減が広く発的に知られている。もともとバーベキューなどでは塩のみのシンプルな味付けだった。後にスパイス文化が世界的に広まると胡椒やナツメグ等の香辛料が加わった。現在ではステーキソースなどもある。日本で和風ステーキと銘打ったものは大根おろしとポン酢醤油や わさび醤油、しそ、おろしにんにく、おろし生姜などで味付けをする場合がある。ブランデーウイスキーワイン等でフランベするとより香りが良くなり、風味も増す。焼いた素材の上にレモンの輪切りやバターを添えることもある。牛種や部位によって肉質に差がある。安価で店頭販売されている質の悪い肉をそのまま加熱調理すると噛み切れないほど硬い肉料理が出来上がることがある。 そのため、調理前に、ビールや赤ワイン、牛乳やパイナップルジュース、炭酸ドリンクなどの飲料、玉ねぎや大根、キウイのすりおろしなど、通0分から時には一晩ほど漬け込んで下ごしらえを行うほか、筋切れ器、ミートテンダーやミートハンマーなどを用い、事前に肉質を柔らかくしてから加熱して食する、調理法などがある。付け合わせには、じゃがいも人参、 ブロッコリーコーンなどの温野菜が盛り付けられることが多い。通常はパンかライスを添える。また特に何も添えずに食べる場合もある。焼素材によって次のように分けられる。素材による区分とは別に形状や調理法による区分として次のようなものが挙げられる。また短時間で表面を焦がし、中は生のピッツバーグレア、あるいはブラックブルー。 ブラックブルーという、牛肉の叩たたきのような焼き方がある。日本の飲食店では、レアミディアムウェルダンの3種類か、これにミディアムレアを加えた4種類の焼き方が多い。牛肉のステーキは、旅館、料亭、洋食レストラン、和食レストラン、ステーキハウスと呼ばれる店のほか、ファミリーレストランのメニューともなっている。ステーキを食する際は左手にフォーク。 右手にナイフを持ち、左より一口食べるごとに一口大にカットし、フォークを持ち替えず左手のフォークで口に運ぶのがマナーとされる。アメリカなどでまとめて完全に切り分けてから右手にフォークを持ち替えて食べることもある。和食料理店では箸で食べる都合上、料理人の手で切り分けられてから供されることが多い。丼ぶりものステーキ丼にされることもある。 サービスする際に、客の目の前でフランベする店もある。また、日本の、または、日本人経営者のステーキハウスでは、テーブルではなく鉄板焼きの形式で、カウンターに客を座らせ、目の前で調理する店が多い。この場合、皿に乗せず鉄板状、あるいは鉄板にアルミホイルを敷いた上に供するため、通常は料理人が切り分けて箸を添えて供する。しかし肉好きな人の中には、 鉄板の上で切るために肉汁を捨ててしまうので、好ましくないという人もいる。牛の成形肉を焼いて、ステーキのような形に加工したものを、ステーキ、ビーフステーキ、ステーキなど、ステーキと表示することについて、景品表示法上の問題が指摘されている。消費者庁では、一般消費者は、生鮮食品の肉類に該当する一枚の牛肉の切り身を焼いた。 料理と認識することや、牛の生計肉は、生鮮食品の肉類に該当する牛の生肉の切り身では、異ことなどから、ステーキと表示すること自体が、景品表示法第4条第1項第1号、有料5人に定触するとの見解を示している。一方、東京都福祉保健局は、牛肉、サイコロステーキ、牛肉加工品、サイコロステーキなど、 ステーキの表示とともにジャス法に基づく適切な名称の記載を推奨している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。